い、なんとココナッツ身が入ってる。スイーナーゲーナーというお店、ここが美味しいとおすすめしてくれたので来てみました、はい、学生さんがすごく多いからボリュームがあって人気かなと思います。タイの東大ジュラロンコン大学目の前にあるサムヤン市場を調査して。サニハさくらのコマです。さくらのナツです。今日私たちはこちらサムヤンマーケットにやってまいりました。場所はあのタイの東大と言われるジュラロンコン大学のすぐ近くです。知ってた？知らなかったです。大学生の方がちらほらいて楽しみです違うでしょ、さっきあのいやみんな頭いいんだなって言ってたじゃん。オープニングからダメだよさあ今日は何を、今日はサムヤンのマーケットの中にちょっと美味しいご飯があるということなのでちょっと見てみたいと思います。じゃあ早速行きましょう。ぷくぽチャンネル。なんか清潔感あるね。結構綺麗な感じです。すごいですね。何かあるので、カメ乗せても大丈夫。他のテーブルあるのでご飯も食べれます。なんかいろいろあるね。すごい、いろいろあるね。なんか日本食とか韓国料理とか、ね、何ってめちゃくちゃ安いですね。ランチこれはやばいね。弁当も多いね、やっぱり大学生が、なんかお店が清潔感あってこの値段だとすごいお得な感じかも。すごい、あれ目薬、あ、すごい、イブとか、え、すごい、何かサムロイ、サムロイ、こちらの目薬1個300バーツだそうです。あれ、これはチョコパイか。え、チョコパイさ、売ってないんだよ。ないよね、ないないない。え、やばいね、コアラのマスとかさ、すごい、開けたくないでもなんでこんな日本のお菓子がいっぱいあるからね。もともとここのオーナーさんがよく日本に旅行行ってて、もう惚れ込んだ日本の商品を買ってここで売ってるってことなんですね。こちらの緑茶のパック、こちらは280バーツです。このチョコパイ大きいサイズのやつも280バーツ。そう、同じ値段みたいです。まあですよね。関税とかあとは輸送費でちゃんとお金がかかってるから、ちょっとその分上乗せされてる。あれ、こっちからはちょっと生鮮食品もあったり、でもちゃんと袋に一個一個入ってるんだね。ブロッコリーとかもこんな風にちゃんと入ってる、ね、そう、これで35バーツ。パクソンのロンガンダージャー、おお、はい、え、パクオガネジャー、おお、3つ買って100バーツ安い。3つ買って200バーツ安い。種類はミックス OK。 しかもさっきオーガニックって言ってた。え、え、そう、なんでもいいの、なんでもいい。え、パクソンダイロンガンダージャー、ミックス OK。 おお、ミックス OK。 え、買う、買う、確かに私も買う。え、ちょっと行ってみよう、ちょっと行ってみよう。ここココナッツプリンだって。あー、ここが食べたい。食べよう食べよう。カノンワンクンモです。カノンワンクンモ、モーさんのデザート店みたいな。私たちのチャンネルのスタッフ、プリちゃん、タイ人のプリちゃん調べによると、タイ人の中ではこちらのお店が有名らしいです。楽しみね。これか。え、これ30バーツって書いてある。1個30バーツ。やっー、じゃあ1個。あ、では早速ココナッツプリン食べたいと思います。じゃあ開けてみます。あ、あ、なんとココナッツの身が入ってる。うん、シャビシャビ系のプリンなのかな。美味しい。甘すぎず、ミルクな感じ。うん、ちょうどいい。これアイス？あれ、なんかあれじゃん。あ、下にプリンが入ってるね。あ、そういうことね。あ、美味しそう。これは間違いない。プリンもなんか甘すぎず、食べやすい味で、うん。めちゃくちゃ美味しい。これ3つ食べれるわ。食べれる。野菜ジュースいろいろ組み合わせる。そうそう、この野菜とかいろいろ組み合わせて自分の好きなジュースを作れる。すごい。あ、エネルギーミートか。エネルギーミート。エナジャイズミート。やばい。英語もできない人みたいな。そんなことない。そんなことない。ที่ค่ะ。ทุกคนมาถามด้วยค่ะ。ใ
ไรที่แบบนิยมมากที่สุดคะขายดีที่สุดจะเป็นวิกฟิต้าค่ะแล้วก็จะเป็นอาหารโลคัสโลค่ะここのお店の人気商品は4番のミックスビタと10番のローコレステロール。ちょっと私コレステロール値が高いんだよね。ちょっと一個頼んでもらって。そう、OK です。すごい。すごい。すごい。もうボウルにいっぱいの。すごい。そんなにいっぱい入れてくれるの？待って、バチョレッツ皮ごといけるんだ。びっくり。すごい。砂糖も使わないし、保存料も使ってない。そう健康にも慣れて美味しかったら最高だよ、うんうん、美味しそうだよ美味しそうこれ1杯で60バーツですあんなにたっぷり入ってたのにねフルーツがラー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 え、美味しいえ、じゃあすごい美味しいいただきます飲みやすいまたうんあ美味しい、あの野菜とフルーツの美味しさが全部凝縮されてて、ね、余計な味が全然ない、うん、めちゃくちゃ濃くて美味しいじゃあもう本題の田中 D コレステロール高いからねコレステロール高い田中 D プリちゃんこれってコレステロールが下がるのかな、うん、今日はコレステロールを取り上げたいな毎日乗るとコレステロールが下がります、毎日飲まなきゃいけないんだうまい超美味しい美味しいこれなら毎日飲めるね、うんお店の人曰く食いちゃうというなんかご飯がこの市場の中で有名みたいなのでそこに行ってみたいと思います、はい行ってみよう行ってみよう この中うわすごいすごい生鮮市場だ思いっきり生鮮市場ですねうわすごいすごいよ見て見てこれ売ってんのかなえこれあれじゃんカオマンガイ屋さんとかで吊るしてるやつじゃんこの後が1匹600バーツでそれで鶏肉は700バーツでおーこのまま持って帰る感じそう、そう、入れてます。これさ、あの、なっちゃん、旦那さんに、はい、今日のごちそうで、半分出したらどうだった？どうしよう、離婚されちゃうここ楽しい。うん、あ、楽しい。そうそう。お、朝？わー、人多いね、確かに。うわー。中世屋さんのお姉さんがここが美味しいとおすすめしてくれたので、来てみました。クイチャイゲナというお店クイチャイっていうのがニラっていう意味だそうですニラが入ってんだろいろんな味がありそうですでっかいまんじゅうみたいな想像してた以上にでかい大きい大きいこれ1個が15バーツ15バーツだねこれおー安い安いこちらのお店の方にこの市場の中で美味しいご飯屋さんどこですかって聞いたら2階にあるトゥーデイというステーキ屋さんを聞きました行ってみようよ行ってみよう行ってみよういっぱいちょっとフードコートみたいになってる気がするねねすごいフードコートなんだあったあ、早いあの、トゥーデイってタイ語で聞いてたけどトゥデイステーキでしたこちらがトゥデイステーキのメニューです結構ワンプレートでいろいろ種類がありますここの市場はジュラ大の近くで学生さんがすごく多いから、うん、こういうなんかボリュームがあって結構お値段も安いのがやっぱり人気かなと思います一番よく売れている豚ロースステーキを頼みたいと思います書かないといけないですじゃあ結構タイ語で書かなきゃいけないんだそうです番号ないのこれ番号はないですねないねこれ私無理だあのこの上に紙を置いてなぞり書き書けない場合はキアンマイダイって言えばあ、オッケーって言って書いてくれると思います。ではさっき買ったグイチューイ食べてみたいと思います。これが一番人気だから。一番人気らしいグイチューイっていう名前の由来もこのニラ。だからもうこれ絶対美味しいよね。ね絶対美味しいね。いやもうすごいニラ。うわニラしか
もうなんかニラ自体をすごく活かしてニラの甘みが出てるし、あと味付けちょっと塩気が入っててすごいちょうどいい美味しい味になってます。じゃあちょっと私はタレにつけて食べてみたいと思います。タイ人はタレにつけるらしい。なるほど。わあ、合いそう。タレがすごい合いそう。おいしい。ニラもちょっと味が結構濃いめで、このソースも味は結構濃いめなので一緒につけると本当にビールが飲みたくて仕方ないぐらい酒飲みだな、うん、なっちゃんこれは？それは、カオニャオ。正解。すごいなんかもちもちしてそうだね、うん、弾力がすごい。うん、おいしい。何もつけなくてもこのお米に味がついてます。中華風のちまきを思いつきました。里芋です。これもぎっしりだね。どう？これは味があんまりないかもしれない。里芋はタレをつけた方が美味しいかもしれない。いきます。うん、タレつけて食べるとすごい美味しい。醤油の甘口みたいな味ですごい合います。くず芋いただきます。うわすごいね、なんかお米みたいな芋なの。なんかエビっぽいのある。小エビみたいのも入ってる。美味しい。こっちは味ついてるかも。でエビがあるのもあって海鮮の旨味がちゃんとついてて美味しいです。次はタケノコ味をいただきます。タケノコってすごいよね。ね。ぎっしりタケノコ。いいね、贅沢だね、こんなにいっぱい入ってるの。贅沢。タケノコの味もすごいするし、タケノコにちょっとピリ辛ななんか味がついてて、もちもちの肉まんみたいな。タレらしい、全然オッケー。美味しい。一番人気はこちらのニラなんですけど、なっちゃんが一番好きなのはタケノコ。私が一番好きなのはくず芋。全然味が違うからね。ね。ぜひ食べ比べしてほしいなっていう。さあ、こちら。一番人気、よく売れてるという豚ロースのステーキです。なんで食べるの？すごいよね。いやでも結構あるんですよ、タイって。私昔ローカルなところに住んでた時に近くのステーキ屋さんがこんな感じでした。へー。じゃあもうタイにとっては定番なのかな。定番かもしれないです。タイ人のプリちゃん流食べ方、ソースにつけてる。いただきます。間違いないね。ハンバーガーのバンズの内側カリカリって感じ。じゃあお肉かな。まずね、肉の柔らかさがどうかも、ね、これは美味しそう。じゃあいただきます。結構いったよ。美味しい。バーベキューソースみたいな味で肉としっかり絡まってて、すごい美味しいです。お肉はすごい柔らかい。脂っこくないですね。美味しい。どうだった今日？もうここの市場は生鮮市場もいろいろあるし、飲食店もすごい豊富で、後ろ見たらなんかお洋服とかもあるし、なんかすごい充実できるよね。すごい楽しみだね。サムヤン市場は MRT サムヤン駅から徒歩10分ほど。市場に来ている人はほとんどがタイ人なので、値段は全体的に安くなっています。1階の市場で好きなものを買ってから2階のフードコートで食べるのもいいですね。ぜひ皆さん行ってみてください。グッドボタンとチャンネル登録。